はい、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv でございます。本日も人生に役立つ知識を配信していきたいと思います。今日のお題は、過去の成功体験にしがみついてると時代に取り残され、いつか苦しい目に遭う、こちらのお題を今から読んでいきます。過去の成功体験にしがみついていませんか？以前にうまくいった方法だから、同じことを繰り返せば次もうまくいくはず。確かに実績があれば安心して同じことに取り組みたくなるでしょう。すでに方法が分かっていたり、慣れもあったりするので、心理的にも楽です。しかし、昔はうまくいったことが今も通用するかどうかは分かりません。むしろ通用しないことの方が多い。世の中はどんどん変化しています。人々のライフスタイル、私たちが持つ道具、囲まれる環境、言葉も常識も時代が変われば変わります。科学技術も医療技術も進歩しています。一昔前は不可能だったことが現在では可能になっています。そんな変化の連続の中、過去と同じ方法を続けるのは無理があります。過去の成功体験はあくまで過去の話。短期的にうまくいくかもしれませんが、長期的に通用しなくなる日が必ずやってくるでしょう。過去の成功体験にしがみついていると時代に取り残され、いつか苦しい目に遭います。過去の成功体験にしがみつくことなく捨てる勇気も必要です。過去の成功体験を捨てることも一つの成功です。そんなことはできないと思うのは、一度捨てなければいけないと思っているからではないでしょうか。全部捨てるのではなく、小さく捨てていけばいいのです。いきなり成功体験を全部捨てるのではなく、2分の1だけ捨てる。変化を2分の1にすれば、抵抗も2分の1です。2分の1でもまだ大きいなら、さらに2分の1にすればいい。それでもまだ大きいなら、さらに小さくする。自分が受け入れられる程度まで小さくすれば、小さな変化を実現できます。少しずつ過去の成功体験を捨てて、新しい成功体験を作り出していきましょう。取り入れる、生み出す、作り直す、それができればあなたは時代から取り残されることはありません。新しい方法で取り組もうとすると、気合も入り、新しい刺激も得られます。時代の最新に合わせた状態で生きることができるようになります。今日の格言、過去の成功体験を捨てて新しい成功体験を作り出していく。なるほどね。時代が変われば、そう、常識も変わるし、時代も変わればいろいろと変化しない、もう自然の流れなんじゃないですかね。恐竜とかもその環境の変化についていけなくて絶滅してしまったっていう話もあるし、本当かどうか分かりませんが、やっぱり時代とともに求めてる、人が求めてるものも変わると思うし、やっぱ時代を読み取って変われるのがいいんじゃないですかね。だからゲシュタルトとか、いっぱいゲシュタルト、コンフォートゾーンを破壊するみたいなね。もう心地いい、自分がもう心地いいなっていうのをもう破壊して、新しいことを取り組んで、どんどん取り組んで、壊して作っての繰り返しで、人も成長して進化して変化して進化していくみたいなね。そんなことなんじゃないかなと思いました。はい、今日も勉強になりました。ご覧いただきましてありがとうございます。まだ見てくれると嬉しいです。コメントとかもしてくれると嬉しいです。それではまた、ドローン。